始まりました、活弁シネマクラブ。この番組の MC を務めます映画評論家の森永と申します。どうぞよろしくお願いいたします。では今回のゲストをご紹介いたしましょう。紅梅の松井大吾監督です。はい、拍手。はい、今日人数も結構ね、はい、この部屋いるんで盛大な拍手で、はい、よろしくお願いします。ようこそおいでいただきました。はい、はい、あの当番組の初登場ということで。そうですね、はい、いやそんな嬉しく思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。あと今回はうちの MC チームから翔さんにも加わっていただきます。はい、拍手。いや、もともとはね、本当はその5月8日に予定だった池袋で、東京シネマ文化祭で、はいはい、そうなんですよ、実はね、そうですね、それをそう参加する予定でしたよ。だったんですよ、はい、ライブでやる予定だったんですが、はい、まあ、男祭り的なものをね、はいはい、緊急事態宣言のせいで、うん、流れちゃいまして。でもやってましたよね。はい、別、はい、別のもんでね、はい、なライブではないんです。ああ、そうか、もともとはね、はい、ちょっとその生系でやる予定だったわけなんですが、まあこういう形で、はい、でもできてよかったので、ありがとうございます、はい、でその紅梅も当初、まあ、429だったのが、はい、5122、はい、にはなったものの絶賛公開中でありまして、はい、松井さんでもコロナ以降はね、はい、結構すでにまあ、ハッシュタグハンド全力、はいはい、熊本で撮ったのも、はい、あれも、去年の5月予定が7月に伸びてて、はい、でバイプレイヤーズは予定通り4月、そうですね、4月9日だったんで予定通り、もういきなり3作コロナ以降でかかってるというのもすごいですね。でも去年の春と夏は別作品やる予定だったんですけど、うん、それがまあなんかその延期というか流れたりして制作の方がそうです、うん、っていうので紅梅のバイプレイヤーズやったので、なるほど、ね、なんだかんだ影響を受けるし、でもなんとかして形にしなきゃ という、荒波を乗り越えていくという感じで、はい、でね、翔さん紅梅はもうめちゃめちゃ応援してますよね。T シャツにまず、ね、はい、ご注目するので。いやいや、全然、もともとそのかなり早い段階でプレス、そのマスコミ用の、はい、ね、まあ、資料の作成をさせていただいたので、うん、一番最初の取材が翔さん。ああ、なるほど。そう、だから一番最初にこう松井さんに会った時に、うん、僕友達がいないんですって話をしたの覚えてます、ね。インタビューでしょ、そう、オフィシャルの大事なやつなのに。いきなりだね。尺使うなって言いながら。すごいオフィシャルです、ね。だからいいなと思いましたみたいな。あ、友達いっぱいいる。そうそうそう。なんか面白い、ね。そうですね。その時に松井さんが、でも、うん、なんか幼馴染がいるっていう話になって、友達いるじゃんって言ってくれて、うん、すごい嬉しかった。これオフィシャルなのにおかしくなった。それいつ本題に入るっていうような。友達を探す時間がありました。でもそこから 4回5回とかそんな重ねてインタビューされたらしい。そうですね、単独もそうだし、うん、そのキャストと一緒も、うん、ああそうそう、これそう、これね、パンフも結構テキストは転載されますよね、うんうんうん、この、 クレジット奥付けのクレジットで、うん、原稿協力に翔さんのクレジットが入ってる。これがパンフで、そう、あ、これがパンフですね。はい、これがマスコミに配ってるやつなんですけども、うん、これもすごい図ですけども、まあ、こういうね、奥付けにテキスト協力っていうライターのクレジットがあると、これはもう重要なイントロとか、はい、もう実質全部翔さん書いてるっていうことなんですよ。協力どこの騒ぎじゃないっていう。そう、これが実際そうなんですけども、で劇場で T シャツも買われと、まあ本当に、応援してらっしゃるということで、ちょっとまずは翔さんの紅梅表を聞きたいなと思って今日はやってまいりました。そこまで惹かれた理由というのをちょっとお願いいたします。でもやっぱりこう映画を見ることで自分の人生の足りない部分を補完してくれて、あ、なんか幸せになるっていうんですかね、そういう時間がこの作品にはあって、うん、なんだろう、こう僕は松井さんにお伝えしたように友達そんなにないんですけど、なんか見た時にすごい、あれ俺友達いたんじゃないかみたいな気になるっていうか、それがやっぱり本当にこう映画として見るっていうところもそうなんですけど、なんかこの人たちに会えてよかったなって思えたっていうのがやっぱりこの作品の一番好きなところかなと思います。それでも確信じゃないですか、もしかして。そうですね、だから本当に結構何をこう言ってもらってもすごい嬉しいのはすごくあって、でも自分にとってのなんか大切な人っているのかなとか、うん、大切な人のことを思うとか、うん、なんか映画見て
会えてよかったな、もうもちろんそうですし、うん、自分ごとになるのが一番嬉しいですね、うん、なんか、うん、なんかあの人たち幸せでよかったなっていうよりも、なんかそこに自分を見つけてくれたりすると、うんうん、作ってた甲斐があるって思います。でも松井さんの映画とか作品、うん、いろんな作品がありますが、うん、常になんかそういうとこ目指してる気もする。あ、そうですそうです、うん、やっぱりなんていうんですかね、僕が多分映画とかドラマを見て結構置いていかれるのが一番寂しくって、うん、いくらハッピーエンドでもなんか置いていかれてるそうか、寂しいっていう感じだ。そうそうそう、うん、仲間に入れてほしいと思うから。ああ、なるほど、うん、じゃあもうバリバリその確信で反応されたのが翔さんということ。いや、そうですね、そうですね、うん、なんか多分孤独なんですよね。孤独だから映画を見る、うん、で映画を見ることでなんかちょっと友達を探してるみたいなところも僕はあって、うんうんうん、例えばその作り手にしても、あ、自分と同じ感覚で世界とか社会を見てる人がいるんだって思えるだけですごい幸せになるじゃないですか、うんうん、それって多分日本とかあの海外とか関係なくっていうのがやっぱ映画のすごい好きなところなので、うんうん、これが爪はまさにそれだったっていう。いや嬉しい。僕もだから僕も友達はそんなにいないんで本当かね。そうそうそう、友達なんだろうって思いながら生きてたから、なんか、うん、嬉しいですね。なるほどな。でもちょうどあれですもんね、あの松井さん85年生まれで翔さん87だから、うん、あのまさにここに出てる方々と同じ、そうですね、プレナズメ世代ですもんね。あのね、キャストはまあ元々はあの5次元でやられた、はい、2017年にやられた舞台が、はい、オリジナルで、まあ、あの説明不要ですけど、まあ、5次元というのは松井さんが、はい、あのやれ主催されている劇団でございます。でそれを映画にしたいと申し出たのがプロデューサーの、はい、和田大輔さんという流れがあった、はい、一度劇団でやった作品を改めて映画にするのって初めてかな。君が君で君だは、うん、一応その5次元の前にやった作品、あれはそうかリブートみたいな形なんですけど。あ、そうか、リブートか。そうそう、でもあれは、逆で、あれもめちゃくちゃ映画にしたくって、うん、各映画会社に持ち込んで持ち込んで、あ、そうですよね、本当にどうにかしてやったんですけど、うん、それ読んだわ。それなぜ逆で、うん、そうそう、本当にその和田さんがどうしてもあれを映画にしてたくさん人見てもらうべきだって言ってもらって僕は断るみたいな側だったんで、うん、結構アプローチが反対でしたんで、だから君が君での時はとにかくいかに、うん、映画にして伝わるものにするかっていうので、うん、その演劇のところから映像にどうなんていうんですかね、表現を変えていくかとかをやっていたんですけど、グレナズメはもうやんな、なんかそのあの作品のあの感じをたくさんの人に見てもらうべきなんですって言ってもらったし、うん、なるべくうーん映画にしようとしないように作ろうというか、なるべく別に伝わる、もともと伝わろうとして作ってないから、自分がその一緒に演劇やってた友達向けで作っただけの話で、そうそうっていうやり方だったから、もう変わらない状態で、うんうん、なんかとメッセージが伝わるようにとかも、そんなそもそもメッセージもなかったんで。あ、そうなんだ。なへえ、なんでそれ最初断ってたんですか。いや、あのなんていうんですかね、なあのすごい友達に向けて作っていただけで、な5次元のそれ以外の他作品も、うん、やっぱりこういうテーマがあって、そういうテーマのもとにこういう、うん、なんか物語のこう起伏があって、うん、だとか、なんかそういう構造のもとにこう作ってたんですけど、はい、クレナズメに関しても自分が言いたいから言うっていうので、うん、なんか誤解を恐れずに言うと、例えばじゃあチケット3800円だけど、うん、そんなチケット3800円の価値あるものなんて作ろうと思ってないというか。なるほどなるほど。ただただ自分がやりたいからやるだけで、いわゆる自分をファーストでっていう、もう、うん、そうですそうです本当に。なるほど。ってなった時にたくさんの人とかたくさんのお金をかけてやるような題材ではないというか、うん、すっごい個人的な、もう家でつぶやいてるようなことをやっただけなんで。そうですね。なるほどな。でもそれが、うん、でも結果的にあの求められて、そうそうそう、でしかも翔さんのような反応もこう出たっていうのは面白いですよね。いや、そうだから本当に作ってる時とか完成して公開までの取材の時とかは、うん、なんかそれこそその自分はこの作品作れたからも満足で、うん、もう別に届メッセージ届いてほしいとかもないしとか言ってたんですけど、うんうん、もう今までのどの作品よりも届けたさが今となってはすごい、なんですかね、なんか外向いてなかったくせに出来上がって公開したら一番 SNS やってます。なんで一番
いやだから面白いですよね。なんかそういうのって本当お話聞いてはぁと思うことが多くて、そう僕はやっぱりでもこれ見てパッと思い出したのはやっぱり君が君で君だですよ、はいはいはい、うん、あれは2018年の公開ですけども、うん、まあちょっと説明すると、その池松壮亮さんがね尾崎豊になりきって、はい、僕が僕であるために歌うじゃないですか、うん、でまあブラピが満島真之介さん、坂本龍馬大隈耕史さんという流れがある、うん、まあその、尾崎豊が今回ウルフルスにもなってっていうような、ああ音楽的意味だ、そうそう、はいはい、あの符号もあるし、はい、あとまあ熱量ですよね、はいはい、あれも自分たちの正義というか、そう、なんだろうな、もうその熱量のとんでもなさが、まあ、松井さんこそでも本当そのなんか熱いエモいっていう言葉が実はストレートにすごく似合う作家なんじゃないかっていうのをこの辺からすごく、まあ、前からもそういう気はあったんですけども、はい、思うようになってきたところもあって、なんかその、灼熱の白熱の熱いエモい作家モードと、はい、めちゃめちゃ冷静で優秀な職人モードの2つ持ってる人だなっていう印象なんかそんな感じもするんですけどね、うん、そうですね、なんか松井さんの作品はでもなんか基本的には恥ずかしがり屋なんだろうなって感じが、お、恥ずかしがり屋なんだ、なんていうんですかね、うん、このリア充か陰キャで言ったら陰キャの方なんだろうなっていう感じが本人もありしてるのあれですけどもいやいやいや、なんか抑えきれない衝動がにじみ出てしまうから、うん、僕見ててすごい好きなんだなって思うっていうか、なるほどね、根本的には多分隠したいみたいなのがあるんだけど、うん、でもやっぱパッションが超えてくるっていう、その動きが好きですね。そうだからそこですね、僕もまさに翔さんおっしゃったように君が君でと今回の通じるところ、ある意味あっちもすごい局所的な、うん、できれば晒したくない恥ずかしい男の子の部分を全開で、すんごい熱量で晒してる、そういう意味ではそういうバカ騒ぎ感で、その裏にでもなんかすごいその孤独だったり悲しみだったりが張り付いてるっていう意味ではすごく同じだなっていう気もします。うん、で受けた感じも実はすごく似てる、うん、でも松井さん の回路としては逆だったんですよね、あっちは。そう、作るアプローチとしてはね、届け届けと思って作ってましたね、君みんなは、うん、こっちは逆で、逆ですよ、もうこう別に囲い込もうとして、こういやいや大丈夫ですから見せてください、そう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 面白いよな。ちょっとそのキャストってことにお聞きしたいんですけども、はい、まあ5次元のまあずっともうね、はい、盟友、同じもう親友盟友ですけども、はいはい、目継立樹さん以外は新規で、はい、すごい豪華キャストですけども、はい、もう実力派のショーケースみたいな感じだと思いますが、舞台で松井さんが演じた劇作家の金一が高良健吾さんになってて、はい、この辺はやっぱりもう架空になるじゃないですか、結構最初から決めていった感じですか、高良さん、そうですね、キャスティングに関しても、うん、なんていうんですかね、こういう役に合っている人っていう晒し方あんましてなくて、はい、なんかそれもすごい、もうこんな個人的な話だし、自分が友達になりたい人がいいなと思ってっていうところから入ったんですけど、ね、でもまあ吉尾に関しては、なんか、はい、掴めないというかちょっとミステリアスで、よしおとはね、そうそうそう、成田凌さんが演じた、まあ、キーパーソンになる、うん、僕もです、まあ、その自分がそのこのよしおのモデルになった友達のことが分かんなくてっていうので作ったのもあって、もともとはそのよしおのモデルになったお友達がいて、そうそうそう、そこからそのさっき言った個人的な物語としてのこれなずめが始まってるってことなんですね。そうそう、自分とかメンバーの、うん、その友達への思いで作ってたんで、うん、でもそいつ結局何考えてたか分かんないなっていうのもあったんで、うん、なんかそれをこう演じられる人っていうなった時に、うん、なんかこう成田くんの芝居は常に分からないというか、うん、なんかこう何を考えてるか分からないことがすごく魅力でも、この画角の中の成田くん演じてる役には筋が通っていて、うん、でも読み取れないっていうのがすごい良いなと思って、成田くんオファーして受けていただいて、
そっからはまあその吉尾よりみんなちょっと年を上にしたかったんで、なるほど、吉尾よりちょっと上の人たちで、まあ、30近い人たちで友達になりたい人っていう感じですね。うん、そう、あのまあこれは物語も前提になってるから言っちゃいますけども、はい、まあ吉尾というのがまあ亡くなっている、そうですね、5年前に亡くなっている、はい、つまり5年間年を取っていない、うん、周りが5年老けているという、そう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 っていうのが言いたかったですね。うん、でも面白いですね。高良健吾さんは近畿ですけども、はい、思えば言ったら高良さんとは同世代で、しかも九州っていう、そうですそうですもう熊本公演野菜とかもよく会ってたし、うん、そうですね、なんかいつかやりたいですねみたいな話をしつつ、うんうん、そうっす、やっぱ高良くん強いから、うん、これぞって時じゃなくてやっぱりお願いできないなって思っていっての、そうですね、今回でしたね。そうか、みんなだからそういう意味では組みたかった組みたかったですね、うん、一番年上が浜健さん、はいはい、うん、浜野健太さんで、藤原季節さんは言ったら成田さんに年としては近い、そうですね、後輩ではあるんで、うん、なるほどな。でもこの世代の感じっていうのは、でも松井さんって割と世代のことも言いますもんね、うん、え、そうですか、うん、世代のあの安住春子の時とか、はいはいはい、あの割とあの近しい世代の感覚で組んだ方がやっぱりやりやすい、はい、うん、それってどうですか、あの翔さんとか松井さん、その世代性みたいなことは同時代人として同世代人として何か感じるところってあります？なんだろう、でもこの前それこそ松井さんにお話ししたのは、今回はスタッフさんもかなり年齢が近いっていうところが、ね、そうそう、それね、あのこれで見て僕もそう思ってたんですよ。なんかすごいそのそ近い年代でプレナズメ世代で固めてんなっていうふうに思った、うん、確かに、だからなんだろう、こういうなんていう、例えばそのロスジェネみたいなのがあるわけではないと思うんですけど、うん、多分僕ら世代ってギリギリインターネットとの距離がちょっとまだ遠い感覚っていうんですかね、うん、で下の世代の子からはもうそれこそ SNS だったりインターネットが日常的にあるっていうところになるんだけど、うん、とかなんか昭和と平成の狭間、まあそれこそクレナズメみたいな感じだと思うんですけど、うん、なるほどね、うん、その感じがありますかね、うん、ですね、ちょうどアナログとデジタルのちょうどこう変わっていくときとか、だからあのゆとりですが何かってあったじゃないですか、ドラマ、はい、あの工藤さん、まさにそう、あそこのがっつり世代が僕なんですよ、年齢が一緒で、これね、面白くて、うん、僕自身は71年なんで、うん、工藤官九郎世代なんですよ、はいはいはい、そうそう、であのゆとりですが何が、まあ大河さんとか、あの、うん、タイガさんとかっていきなりタイガさんの名前をなんだけどまあ、あの、松坂桃李さんとかね、はいはい、あの、柳楽優弥さんとか。あの、でもその、ゆとりですが何かは、あの、工藤さんの世代が、あの、描いたゆとり世代のドラマという距離感で、ちょっとその、ある批評的な距離で、あの世代を描いたもので、すごい印象に残ってるわけ。で、僕逆にクレナズメ見て思い出したのが木更津キャッツアイなんですよ。ほうほうほう、ああ話とそう、ちょうど あれ2002年放送なんで、はい、松井さんがクレナズメのオリジナルを上演したのって32とか1とかでしょ。そうですね、4年くらい前だから工藤さんがその年のあたり木更津キャッツアイやってて、で僕の中でこの吉尾は物産ですよあの岡田准一さんが演じた、まああのね、余命少ないっていう、うん、あの設定なんだけども、めちゃめちゃ元気っていう、うんうん、であの生と死を超えるっていうそのモチーフやあの主題もあったりして、え、見てませんでした？見てないんですよ。見てないのか、面白いよな。いや絶対好きな気がして、そう影響がそうで見てないです。そうか、だからその辺ってお二人だってね、世代で言ったら、だから中学生とかその辺か、高校、中学高校か、そうです、池袋とかのちょっと後ですよね。そう、あとあと2002年だから、はい、翔さん見てる木更津とか。いやでも僕リアルタイムでは見てないんですよ。それこそ中学に入ったぐらいか、うんうん、だったんで、もう福井のど田舎でしたから。テレビでやってるかな。テレビは通じるんじゃない、和歌山でもやってたと思うけど多分4ちゃんぐらいしかなかった、全部で。あ、そうなの、うん、じゃあやってるかやってないかもわからん感じで。そうですね、多分その頃って多分そんなにめちゃくちゃドラマっていうものを真剣に見てたんだろうか、あの頃。多分山田孝之さんがすごいドラマ出まくってた時期かな、中学高校って。だから
こう見てましたね。そこそウォーターボイスとかドラマ版の。そうですね。近い。うん、まあ、そこら辺ですね。近いか。でもそっか、じゃあ全然意識してないけど、やっぱ共振するって感じなんですよ、ね。今びっくりしましたね、聞いて。うん。だからゆとりですが誰かって聞いて、あっと思ったんですよね、今。最初は僕すごい調べたんですよ、うん、工藤さんが、うん、28で池袋でデビューして、あ、そうなの、そんな調べた。でその後、うん、いくつ、いついつで何やってとかは、うん、最初のところになんかそこまでにそれをそこにいなきゃダメだみたいな、なんか学生時代とかは、あ、でも、うん、僕からするとちょっと重なるんですよ、やっぱり、本当に出てきた時の感じとか、うん、そのお仕事の広がり方とか、うん、さっき言った作家モードと職人モードの2つ持ってるうちも似てるなと思ってて、うん、で演者であって脚本家であって監督にもやるじゃないですか、なんかすごい似てんなと思ってた。いやいや、そのそうか、でもやっぱ見てないってなると逆にやっぱり、そうですね、もっと本質が似てんのかなと思っちゃうね。うん、面白いな。でも例えば、でもその木更津キャッツアイっていうのをなぜ出したかというと、あれも暮れ夏目もちょっと青春を対象化してる作品なわけですよね、はいはい、だからそのお二人作り手がその30代に入った時点で作ったっていうのはすごくわかるんですけども、うん、例えばね、初期のアフロ田中や男子高校生日常とかは、はい、まあ本当に青春映画じゃない、はいはい、うん、ガチの、うん、ところがやっぱりその松井さんもう早い時期からやっぱりデビューされてるから、うん、こう30超えてきて、あ、こういうちょっと青春が向こう側にあるような映画をいよいよ撮るようになったんだね、はい、考えもすごくあります。そうですね、うん、森さん長いですもんね。さあ僕と長い7、8年とかですね。 ありがとうございます、はい、実はね、僕ちょっと今日仕事場で来る直前に見てきたんだけど、最初に僕は松井さんにお会いしたのがテレビブロス のインタビューなんですよ。覚えてらっしゃいます？自分のことばかりですか？あ、そう、尾崎君と、そう、はいはいはい、そう、ありがとうございます。そうなんですよ、あれがその、自分のことばかりで情けなくなるような時だったんで、2013年の秋なんですよね。だからまあ 7年半ぐらい前からでお付き合いさせていただいて、それがそのクリープハイプの尾崎世界観さんとコンビでのインタビューだったんですよね、はい、なんかすごいよく遊んでる。いや、あの時も仲良しっていうか、はい、ね、でその尾崎さんもね、今小説家ですもんね。いや、そうですね、すごいですね。芥川賞候補になって、うん、でもその時もなんかアウトプットは実はそのジャンルにこだわりはなくてみたいな話になったのを覚えてるんですよ。そう、表現したいっていうことが尾崎さんもね、先にあって、でその出口は別にどれでもいいんで、それにまあ一番最適なところで出せればっていうようなことをおっしゃられて、それはすごく印象に残ってます。変わってないですね、でもそういう意味では。そう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 。でなんか2人で友達いるじゃんと思ったんだけど、区域列車とか見に行ってたみたいな。そうですね、この間も行きましたね。あ、これは一緒に行ってきた。この間すごい久しぶりに誘われて。何行ったんですか？あの寛解の連続っていう、あ、フェンク渋谷の、はい、はいはい、へー、今でもじゃあ、いや、もう 4、5年全然連絡取ってない期間があって。あ、そうですね、そうなんですね。最近ちょっと、そうなんですね、急にこの流れでなんか会いましたね、なんか会ってますね。そう、その時にでいなかったんですけど、これがね、まあ拝読書出して素晴らしい小説でございます。またね、池松壮亮さんも一緒に遊んでたんですよね、その時。あの時そうですね、13年ぐらいの時はそうだと思います。うん、はい、その場所にはいなかったんですけども、うん、でその主演でしたもんね、そう、自分のことばっかり。そうそう、でその3人で、はい、よく連れててって言って、はいはい、皆さん偉くなりましたよね。いやいやいや、2人はね、いやいやいや、もうみんなすごい人になっちゃってとか思ってるんですけど、その時ユーロスペース借りますってなりましたね。そうか、でもなんかその、なんでしょう、そういう、まあ同世代、まあ池松さんちょっとその意味では若いけど、 でもまあ暮れ夏目世代の枠であると思うんですね、90年生まれなんで、はい、なんかそういう同世代の同志みたいな仲間たちのご活躍ってやっぱ刺激になったりはしますか？いや、しますし、うん、ちょっと焦りますね。焦る？焦ることの方が多いですね。焦ってんの？いや、焦るというか、うん、うん、何や、そうですね、うん、そのミュージシャンと俳優部っていうのでまた、うん、その人に見つけてもらう速度ももちろん違うから、うん、なんか そこで意識するものじゃないですけど、うん、そうです、なんか気になりますね、うん、焦ります。でもなぜ焦る必要があるんでしょうね。
でも翔さんとかでも同世代のね、うん、そのまあクリエーターとか、まあ、もうかなり出てきてると思うんですけども、うん、その中でもやっぱりかなりなんだろう、もう仕事量まずすごいですもんね。あ、僕自身がってことですか。翔さんもそうだし、あの松井さんもなんかこう、うん、結構やっぱりこのお二人であのこのプレスをやってるのか見て、なんかあの並走してんなっていう感じはすごいしましたよ。いや全然全然、それこそ松井さんがデビューされたのもね20代ですから、僕はもうだいぶ時間かかったんで、ライターになれるまでは。だその頃編集もやってた感じですか。松井さんがデビューされた時は多分まだ学生で、その後会社員になってて、そっか、じゃあ仕事してっていう。そっか、もう大学出てすぐぐらいからもう仕事してた感じ。僕そう、本当に早いよ。言うとロケ班の時はまだ大学生でしたね、うん、めちゃめちゃ早いですね。大学7年間いたからそうかそうか翔さん学生か、その時まだ。そう、僕2010年卒業なんですよ、うん、で2年ぐらいフラフラしてたんですけどあ、そうなんだ。僕11年卒なんで、うんうんうん、大学先に。あ、そうなの。じゃあやっぱりすごいね、時間軸を共有してますよね。でもやっぱ単純に嬉しいですよね。もちろんその世代で映画を見るわけではないけれども、うんうん、なんかこう言語化できない何かで分かるなって思うところがあるんでしょうね。なんだろう、こう例えば松井さんとこの前ちらっとお話ししてたのは、スマートフォンだったり SNS だったりそういったものの描き方とかっていうのも、うん、やっぱりこう今の感覚で描けるように常にっていう話はされてて、うん、そこも非常に共感しますし、言葉とか人との距離とか、うん、あと金銭感覚が好きだなっていう話はしてました。映画の中に出てくる登場人物たちの。へえ、そう、面白いな。金銭感覚、経済観念ってことですか。うん、なんか多分この人はこれくらいの収入があるからこういう服着てるんだろうなとかなるほどな。なんかそういうのに対しての違和感とか齟齬がない、見てみて。そういうのってかなり気にされます、やっぱり。これはないでしょっていうのに対しては敏感ですけれども、うん、あとはやっぱりその例えばじゃあ衣装だったら、うん、まあその衣装部さんとかスタイリストさんとかですよね、うん、とか物持ってるものだったらその持ち道具の人と、うん、っていう意味で結構話はしますね。あ、そうですか、うん、今回成田さんで言うとなんかポロスポーツのずっと着てたりとかそういうのありましたよね、はいはい、ああいうのも話したりしたりもする、はい、それかまあ着てても違和感なければ OK とかそういうような出し方。いや成田君はやっぱりこうちょっと時間が止まっていて、うん、ちょっとそのパーカーのあれっていうのは決めてましたね、うん、デニムでとか、なんかそういうのは、うん、イメージで伝えて、それのサイズ感とかその柄っぽいものとかはちょっといろいろ提案してもらって、ね、まあ、本人に来てみてとかですよね。そういうとこもでもやっぱりね、それこそ時代感世代感が違うと確かにあの話遠早くないかも、うん、そういうのもあるってことですかね。あります、あります。なるほどな。でその経済感金銭感覚が気になるっていうのはやっぱりあれですか、そのずっとこのゼロ成長の日本を生きてきたからみたいなところはある、かな。なんか多分世代的な話をすると、僕らの世代ってドラマとかもそうだと思うんですけど、うん、なんかギリギリその昭和の匂いが残ったドラマを見ながら、うん、正直ダセえなって思った時代だ、うん、と思うんですよね、うん、多分その0年代に入ってきた時に、うん、で多分その0年代のおしゃれな日本映画みたいなのをすごいたくさん見て、うん、でなんかあリアルを持ち込むことがこんなにかっこいいんだっていうのを最初に思ったはずなんですね、うん、中学高校とかで、うん、だから多分今あのそれはいろんな映画とかドラマ見ててもさすがにこの間取りはなくないみたいなあるじゃないですかそういうところが多分めちゃくちゃ気になっちゃ う、ね、取りやすさを考えてなるほどな。やっぱりここそこのリアリティというところは必ずもう非常に重要な生命線になってくる。なるほど。でもその演劇から映画へっていうさっきちょっとおっしゃってましたけども、はい、あの君が君で君だの時はやっぱりその映画空間っていうところに解き放そうとした。今回でもそんな気にしなかったんですか。全く気にしなかったですね。でも全然大丈夫な気はしましたけど。ああ、それはでも良かったです。ただあと作戦としてその
思い出というか回想はその主観的にして、現在は客観的にしようとか、なんかそういうアプローチはきっと自分が舞台も映像も両方フラットにやってるから多分思ったんだろうなって、舞台愛しすぎてたらもっと小さくなったかもしれないし、映画にしようって思いすぎたら、ちょっとなんかなんていうんですかね、カロリー高くなりすぎた気もする。結構だからその翔さんおっしゃられたような、そのすごく生活感のリアリティベースの部分と、でも一方でそのまあ生と死を超えるっていう、まあフィクションでしかできないことっていうことをやられてるじゃないですか。なんかあの前田敦子さんがその吉尾に、吉尾じゃんっていうあのシーンとか実は結構トリッキーだなと思うんですよね。そうですね。あ、見えてんのかみたいな。言ったらこの木更津キャッツアイを 見ていただいたら余計わかるんですけども、あれって実はそんなにトリッキーな撮り方っていうのはしてなくて、でもクレナズメってもろ出てるでしょ、そのいな不在の人物が、だから結構実はこれすごいことやってるんだと思うんですよ、そのフィクションの空間を現出させるっていう意味に。そうですね。あの辺のその、前田敦子さんもすごかったけど、すごかったよな。吉尾じゃんっていうシーンのあの塩梅とかって、でも結構気を使ってません？気は使いましたけど、別に現場で、今から見えたんですかとか、これ見えてるふりですかとか、なんかそういうやり取りは全くなかった。なかったんだ、もうむしろぶっちぎっていく感覚。そう、それも気持ちよかったですね。あ、中にしか別に答えはないし、でそれをこっちは取っていて、っていうのを、でもちょっと今話して思ったのが、これをちょうど公開する前ぐらいに俺の家の話って、工藤さんのやつあって、あれも最後の最後に、バーってそういうことにしたじゃないですか。だから、ね、似てると思うんですよ ね結構びっくりしました、ね、工藤さんもでも本当その生と死っていう主題だとか、あとその青春への距離感ってさっき言いましたけど、やっぱり年取るために作るもの変わっていってるんですよね。なんかその松井工藤さんも早かったでしょ、多分その活動を始められたのが、で、テレビっていうところもなんか大きかったし、だからお二人とも結構そのなんだろう、ご本人の性質としては青年っていうタイプだと思うんですけども、その青年がこう加齢していくのをドキュメンタリーを、表現したドキュメンタリーを見てるような感じってすごいありますよ。内容は作品性は変わってきますもんね。でも軸にあるものずっと同じって感じで、それは工藤さんも全然俺の絵の話とブレてないなと思いましたけど、でも時代ってことにも常に寄り添ってられますもんね。ウルフルズっていうのは、これはその話前後するようですけど、そのモデルになったお友達がまず好きだったってことなんですか？そうむしろ本当に大学とかで一緒に演劇やってた頃にそいつめっちゃ好きで、そいつからまあ僕も聞いてましたけど、すっごいいいよって言うから、いや知ってるよと思って聞いて、でもそれで結構好きになっていった感じっすね。だからさ、そのさっき言った尾崎豊ウルフルズって、松井大吾っていう文字、こういう名詞からすると意外なのか、どうなんですかね、バチッとくんのか僕よくわかんないですよ。でも絶妙だなと思うんですけど、あとクロマニオンって言ったもんね。そう、でもストレートですもんね、そのアーティスト皆さんっていうのは。そうですね、なんで好きなのかわかんないですけどね。だからやっぱりストレートなんじゃないですか、本当。その辺ってあれ、翔さんどう思う？松井大吾って結構そのストレートなのか違うのかっていう意味ところで見ると、どういう風な出し方に見えます？でもなんか歌っていうものにストレートなものを託すっていう感覚。その物語の中でストレートにやるっていうことではなくて。なるほどね。確かにそうかも。それがうまいと思いますし。なんかそれこそ世代で言うと、松井さんのこうもうちょい上じゃないですか、そこが絶妙だなと思って。今の横軸のミュージシャンじゃないっていう。そうですよね、そう、ちょっと上ですもんね。そうです、ズバリ世代で言うと、まさに同世代にクリパイプとか伊沢ひゅーいとかいるからではあると思いますけど、そうですね、好きですね。私確かにそのいう映画だったり物語で伝えると恥ずかしくなってしまいそうなことを音楽
の力を借りたら結構連れて行ってもらえる、うん、あでもそういうことかもね、うん、自分で言うのは恥ずかしいから歌の力をこういう時にドストレートなやつを借りちゃおうっていうところはあるのかもしれない。 で多分その時に物語がストレートだととっても恥ずかしいものになるから、うん、多分それが伝わるように、うん、回り道をしちゃう。そうだからさっき翔さんが恥ずかしがり屋って言ったでしょ、うん、あれがやっぱりちょっとあっと思って、うんうん、それを巡る回路の作り方な気がしますよね、うん、ストレートなんだけども恥ずかしいっていう言われやすごいあれ、それって松井さんのなんだろう全部に共通するかもなと思う。いやそうですね、ね、うん、難しいですよえ、翔さんも恥ずかしがり屋なの？僕めちゃくちゃ恥ずかしがり屋ですよもうコミュ障ですもんいやだからなんか全然自分の話なんですけど、いやしてしても面白いよこういう場だと結構テンション上げてるんでいけるんですけど、うん、この前家出たら隣の近所の方が、うん、おはようございますってやった時すごいテンパる、うん、あ、すいません何その話って今話されたんじゃないの？その最初のインタビューの時僕近所の人に声かけられたらテンパるんですけどそう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 松井さんって普段どうなの？なんかでも、はい、コミュニケーションとしてはもう全然関係ない話になったけど快活な感じもするし、でも僕ね松井さんって会ってるたびにちょいちょいでも九州男児感も見えるんですよ。ああ、そうなんです、ね、それってどう思います？なんか意外に男っぽいなとか思ったりするの？ああ、うん、分かんないです。両でみんなといたいなって思う時、その、うん、みんなといたいから作品も作ったらみんなと会えるしとかもありつつ、うん、でもこうやってるとなんか家一人でなる時むちゃくちゃ落ち着くんですよね一人になりたいって思うんで、うん、まあみんなそうか。でもそのコミュニケーションってことに関して近所の人にじゃあ挨拶おはようございますって言われたらどんな感じなんですか？あー深く会釈首ぐらいですね。何の話かって言わないけど、でもそう言えないですね。ああそう、じゃあやっぱり近いんじゃないの？みんなといたいから作品を作るっていう今のお話がすごいしっくりくるっていうか、うん、あそう、みんなといたいんだったらみんなといればいいじゃないですか。そう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 、声かけて飲み行こうよって、うん、そうじゃないのもすごいです。めちゃくちゃ共感するっていう。ああそう、作品を言い訳にしてるってこと。大義名分が申し訳ないと思うんですよ。あ、ただ集まるのは申し訳ないから作品作ろうと。そしたら話すことあるし面白いわ。僕割とないからなそれ。ああ、いやでもいやそうなんなんでしょうね。それお二人に共通してるのか世代なのか全然わかんないけど、でもそういう感覚で共振するってことはあるんですね、やっぱりね。その、うん、今のご時世じゃなく前の時に一人でバーに飲みに行くとかってできました？いや全然できない、できないです、できないですよね。なんか、まあ、酒飲まないからわかんない。あ、まあそうです。いいないいなってめちゃくちゃ思うんですよ。あ、そういうかっこいいなって思うんですけど、いいなって思うけど。じゃあそのお一人様行動みたいなのってするわけ？飯食うとか富士山行くとか、まあ、そういうのは大丈夫なんですけど、うん、なんかちょっとカッコつけて一人で行くみたいなのがダメってこと？目的があるじゃないですか。例えば蕎麦屋とかラーメンとか、空腹を満たすために一人で行く、うんうん、そのバーに一人で行くっていうのは一人でバーに来ちゃった俺みたいな俯瞰してる気がしてまあそれは僕も無理だけどな。そうだったらもう家で。いやでもなんか時間の過ごし方が、うん、それこそ一人でカフェとか行けるのも最近で、あそう、なんか今までは一人でカフェにいる俺みたいなすごい感じがしちゃってなんかあれ俺普段どうやって紅茶飲んでるの？めちゃめちゃ意識してるんですよ周りを、誰も気にしないのに。あだから言ったら Wi-Fi の電気もあるからとかそういう理由と目的あればでもあれよね、その言ったらでもある意味自意識過剰ではあるわけだ。そうですね、うん、一つの意味です、もう自意識過剰。自意識過剰ですよね、それで明らかにね、はい、あでもいちいちでもそのなんだろう外側の目線が気になるっていうのは面白いですよね、うん、なんかそういうところで自分の行動が決定されていくっていうところがあるんです。そうですね、うん、俯瞰しすぎちゃうところ。そうか、だから僕そのなんだろう自分作品作りとかやんないわけですよ。で、割とノリでこの理屈という商売にしてしまったっていう流れなんですけども、そのなんだろう、ま、例えば、そういうちょっと、陰キャだったり恥ずかしがり屋だったりするメンタリティの方がなぜこの表現に向かうのかっていうところは
ずっとその自分にちょっと欠落しているところでもあるんで面白いなって思ってて、はいはい、でそういう時に確かにその翔さんも割と仲間っていうキーワードよく出すもんね。だからその仲間のために作品をあの作るっていう、これすごい面白いなって思う。なんかでもあの全然関係ないですけども、あの浜岡本さんがさ、あのベースやり始めたのをなんか友達と仲良くするためにベースやり始めたっていうことをおっしゃってた話とかも思い出して、なんかそういうメンタリティってあるんだなっていうふうにもちょっと思いましたけどね。そうですね、そうですね、うん、私やっぱりそういうのがなくなったら、うん、多分一人ぼっちになると思っちゃうからそれで劇団やり始めたってこと。劇団もそうですね、劇団も割とうん、なんか大学の時ですよね。大学の時です。もう立ち上げたっていうのは、はい、それこそね、作る場所が欲しいなと思ってたの。そうです。それは表現欲っていうよりは、その仲間と、まあそう、これこういうなんかバカ騒ぎの場所としての、ある種の解放区みたいなものを、の言い訳として作品という場を作ろうとか、そういう発想があったってことですか。最初はそうですね。人に構ってほしいから。人に構ってもらうに、なんか耐えうる題材として、面白ければ面白いほどいいってなった時に、じゃあ、もう全努力、本当に、その時はもう、なんか苦労することが、なんか正しいことだと思ってたんで、もう寝る時間削ってとか、遊ぶ時間削って、面白い台本を作るとかをずっと20代前半とかはひたすらやってましたね。つまりその、みんなと一緒にいてもらうためにっていうのが。台本が面白くないと集まってくれる理由にならないから申し訳なく思っちゃう。なんかプラスその作品を見たお客さんが、うん、面白かったと思ってもらいたいけど面白くなかったって思った時に、うん、一緒にいる人のがなんかよく思われなかった時すごい嫌なんですよね。あ、でもそれ美しいですよね、うんうん、それってすごく リーダー的なあのメンタリティな気もしますけどね。そうですね、うん、あ、そういう感じで立ち上げていく。最初はそうでしたね。翔、うん、さんもでもなんか演技とかもやってたんですもんね、そういうのね。そうですね、僕は全然その松井さんの前で言うのはあれですけども、大学がその演劇系を学ぶところだったので、うん、なんかそこでまあ作演とかするようになって、うん、全然まあクソみたいな話ただひたすら俺は孤独だみたいな話あ、でもやっぱりその何だろう、立ち上げとしてはやっぱ似てる感じなんですね、そういうことをやれば。なんかでもあんまりそういう人いないですけどね、僕その、うん、当時とかの周りのその、まあ、映像系も演劇系も、うん、そういう人はあんまりいなかったですけどね、うん、表現したいものがそうですよねそうだから目立ってるのかな。逆にだからさっきその言いたいことは何もないっていうふうにおっしゃったけど、確かにクレナズメ、あの言いたいことは何もないのかもしれないですよね、うんうん、ただなんか知らんけど伝わるものはでかいですけど。そうですね、そうですね、うん、そういうことかな、うんうんうん、なんかその、表現欲だったりある種の主題性みたいなものが先にある映画ではないとは思う、うん、あのクレナズメっていうそのある種このすごくニュアンスでつけている、でもすごくそのピンポイントで当ててきているタイトルも象徴的だと思いますけども、うんうん、表現したいっていう欲よりもなんか、うん、なんていうんですかね、友達を思う気持ちとかの方が勝ってる、うんうん、といいなって思ってたから、うんうん、嬉しいですけどね、うん、それがもうこんな熱い塊になってるというような、うん、いやこの難しいんですよね、その作品性の話とかで言うと、うん、それこそなんていうんですかね、静かな日本映画みたいなのって、うん、静かな日本映画っぽいのが恥ずかしくなるですよ、ね、でじゃあドアついなんか、うんうん、音楽いっぱい入ってわーみたいなのは、うん、恥ずかしいとか、なんかこう、あ、これもダメだ、これダメだ、結果こうなってましたなるほどね、結構じゃあその恥ずかしいなって思う部分をこう切っていって、なんかね、そう自分の中でちょっと、うん、映画やってんなって感じになるとちょっと、面白いな。でもそれはね、作品はちょっと見たら結構出てるかもな、うん、あの恥ずかしいんだこれは、うん、でもあえてみたいないあのシーンの連続っていう気もどっかする。そうなんですよ、ね、もう映画館でこのクレナズメ、あのお客さんたちを見た時に、うん、結構こうグッと涙をかこみ上げてくるお客さんが、うん、その次の瞬間にもうふざけ出すから、うん、なんか、あ、なんかそう、なんて言うんだろう涙を止めてしまうから俺やってって立ったこと映画として正しいのかよくわかんない
でもそこっていや難しいんですよね、あのなんか、うん、ゴーラ君たかしがこうちゃんとヘラヘラしよう、あやめのままでいろよって言ってすごくいい芝居だし、うん、すごく雰囲気良くなった時に、うん、そのまんまなんかみんなが泣きながら畜生よしよとか言ったら、うん、もう見てられないと思って僕が、その加減めちゃめちゃいいところですよね多分ね、うん、松井さんね、うんうん、その松井さんにしかできないから、うん、それ恥ずかしさってところなんですね、うん、そうです。でも本当にあの毎日エゴサしてるんですごい、まあ、感想を見てると後半なんであんなことしたんだみたいな書かれて、あ、そういやそうですねだよなとも思うけど、でもやりたかったんだよなと思って、え、後半なんであんなことしたんだっていうのはあの具体的にはどういう意味の超展開ですね、あのあそこの、うん、まあそれこそ心臓ですね、 あれダメなのか、うん、で置いていかれたみたいな人いましたけどね。あ、そう、うん、これ出すとこで。そうそうそう、うん、あれが最高ですけどね、うん、いやそう、うん、なんかだからあ理屈に6人で勝とうとしてる瞬間だって思ってたんですけど、うん、そうだよな、ですね、まあでもこれはね、まあ、人のあれですから。でも気になるんだ。気になる、スクショしちゃうんですよね。あ、気になるの、うん、気になるんですよ、うん。え、翔さんってエゴサとかする？一切しないです。しない、僕も一切しないよ。それ耐えられないから耐えられないもう僕も全然しないで。あの明確なタイミングがあって、うん、僕、まあコンパクトに話しますけど、はい、その中村智也さんと対談させていただいた時、はい、すごい一気にあの上がったというか、はいはい、知名度みたいなのが、うん、はい、で、やっぱその後に自分のこう存在意義がよく分かんなくなっちゃって、ライターとしてので、いろいろ病んだりしたんですけど病んでたん。その時に あ俺のやることっていうのは、うん、安定して記事を書くことだっていう、あ、長い間ずっとちゃんと良質な記事を作り続けることだからそれで良くないと思ってエゴサは一切しない。ああなるほど、うん、そう、うん、でも真面目やった。でも松井さんも、僕も真面目ですけど松井さんも真面目ですよね。いやだからでもあのなんだろうな、あの ちゃんとヘラヘラしようっていうところもあの結構でも本心でしょ、ちゃんとヘラヘラするみたいな。そうですね、そうです ね、うん、でもそれを声高に言いすぎるとそこは恥ずかしいっていう感じにもなるってこと。ヘラヘラするのは、うん、なんていうんですかね、言わないルールというか、ああ今言っちゃったみたいな感じがあるわけですよ、ね、だからあの時に金一はずっとこう大事なことからを言わずにずっとヘラヘラ、うん、していて、で、ね、みんなそれぞれ吉尾のちょっといろんな思いがあるけど、うん、それはまあさておきふざけているっていう状態をみん な暗黙の了解としてこう成立してる中で、うん、そうそう、明石が、うん、何死んでんだよっていうことによる、うん、なんて言うんだろう、友達ってこれは言っちゃいけないよねみたいなルールとか、うん、なんかすごい多分優しさというか、うん、なんかあるような気がして、うん、なんかデリカシーみたいなことかもしれないです、うん、っていうところを明石がちょっと破るから緊張起こって、うん、っていうとこっすね。なんかそう、それでなんか、うん、友情が壊れたみたいなシーンにはしたくなかったから。あ、なるほどね。でもさ、その金一って劇作家でしょ、でやっぱり見る側からするとこれ松井大吾のパーソナリティをかなり重ねてる部分もあるんだろうなっていう風に見ながら見るわけですよ、はいはいはい、で結構こっちも、はい、あ、そうですね、その意味で言うと赤裸々になってきてません。ああ、僕の描き方ですか。うん、割前こういうのって、はい、作ると映画ではね、はいはい、うん、あんま見たことないかなって気がする。分かんなくなってきましたね。フィクションが分かんない。そう、でもこれそうそう思い出した、僕で、ね、松井さんとアイス玉男と、うん、あとエリザベス宮治さんがね、うん、あのファーストキスっていう、うん、アイス玉男のメイキングがあって、うん、それを下北沢映画祭でね、上映した時にお話しさせてもらったんですよね、壇上で。あ、すごい面白かったんですけど、うん、その時にまあ、映画と演劇って話だったんですけども、そのフィクションとは何かみたいな話にちょっとなったんですよ、うん、でちょっと覚えてるのがやっぱりそのもう俳優が演じ出せばもうそこでフィクションっていう空間が生まれ始めるっていう、だからそのまあそれこそね、この T シャツバイプレイヤーさんもそうですけども、はいはい、これ買いなじみです。
あ、バイプレアスかと思った。そうクライナスか。失礼。2種類よ。あ、バイプレアーズ風の、風のクライナス名だな、思えば。僕完全に、今、バイプレアーズかなと思ったら、6人ですか、ね。あ、そういえばでは、じゃあ繋がるのかっていうのもあるんですけども。そう、その時にそう俳優さんが演じ出せばもうそこでフィクションっていう、だからその意味ではそのバイプレイヤーズもアイスとアマオトもクレナズメも全部俳優主義みたいなところで、はい、松井さん の、あの作品ある映画っていうのは作られてるんじゃないかみたいな話はすごく印象に残ってて、うん、でも自分が演じるところから始まったっていうのもやっぱりあって、やっぱり演者っていうもの の、 あの強度にはかなり信頼を置いてるところが多分ありますよね。強度、うん、分かんない。でも演じるっていうことの信じるっていうか、そうですね、そうですね、うん、役者が雨降ってきたなって言ったら雨降ってなくても雨が見えるんで、なんかそういう意味ではそうですね。だからさっきの前田敦子さんの、はい、あのところも、うん、もうまさにそれって気がします。よしおちゃんって言うからもう眉間に そうあれって意外に映画だけやってる人ってああいう発想出てこないと思うんですよね。なるほど、うん、もっと設計で見せると思うんですけども、はいはいはい、演技でぶっちぎってやるっていう発想ってやっぱり演劇と映画やってらっしゃる人だと思う。アイスと元でね、もう1ヶ月間もうワンカットでやったりしてるんで、うん、そうですね、なんか役者が信じているっていうのをもうスクリーンを通してでも見せたらお客さん絶対それは連れていけるんで、うん、なんかギミックとかがね、むしろちょっとうん、なんか説明臭くなったりするの。ああ、恥ずかしい。しゃらくさい。いや、それは恥ずかしいではなくて。なるほどな。でも面白いですよね。なんか演劇って、彼岸と死岸みたいなのが同じ空間上にあるのが結構普通だと思うんですよね。確かにね。もともとねってことですよね。彼岸と死岸って。要は、あの世とこの世が、なるほど、同じ場所にあるもの、うん、まあ、それこそ能とかもそうだと思うんですけど、うん、さっきの話のように。だからなんかその俳優が喋ればそこに雨が降るっていうところもそうだし、うん、言葉であったりとか、まあ、時空とかそういったものを割ともうあの裸舞台とかでも成立するものなので、うんうん、っていうところの感覚もやっぱり松井さんらしい、うんうん、それがその映画に変換されるっていう、うん、そうですね、確かにね、あのそもそもそう抽象空間っていうところありますもんね、舞台とね、そうですね、うん、デス舞台とかの方がそういうの伝わりやすかった、うん、だから結構劇作家の方がこう映画を撮ったりとかするけど、うん、まだそのやり方を映画に持ち込んでないだったりするんですよね、うんうん、なんで本当にそういう人出てこないでほしいなっていうのは僕はずっと思ってます、ね、そうか、だからそう演劇と映画をつなぐなんか方法論とかもなんか独自のものがあって、やっぱり今でも翔さんおっしゃられてることもすごく関わってますよね、うんうん、なんかあの抽象と芝居であのフィクションっていうものを現出させる、そこで突破していくっていうのは、うん、結構面白いなと思って。映画ってそこそこあのクレナズメの最後の方の展開でついていけなかったという方がいらっしゃったというところもそうだと思うんですけど、うん、映画は割とロジカルに組み立てていくじゃないですか、その時間の芸術でもあるから。そうそうそう、うん、でもお芝居で演劇の方ってそんなに実はロジカルじゃないことが許されるっていうか。なるほどね。あー、なるほどなるほど、さっき言ったまあ抽象がそもそものベースとしての舞台にあるから、その上に乗っかるものだから、そのロジカルだけじゃつまんないという感じがあるわけ。それこそ五度を待ちながらとか、うん、出てこないじゃないですか。確かに、うん、それでも成立するし、まあ、それからあとイカ効果とかいろいろありますし、ね、面白いな。うん、だからお芝居を見てる感覚からすると、うん、このクレナズメとかも全く違和感がないですよね、うん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 、ああすごい今そうですね、腑に落ちますね、うん、でもそうか、でもやっぱりあの心臓をこうギュッと出すところではなんかくきっと分かれちゃったりするわけね、そのまあ僕がレビューを見てる限りはそうあのね、でもねそれは僕は完全にあの肯定派なんですけども、うんうんうん、あのでも一つ思うのは、うん、君が君でもそうだけども、はい、あのね、松井さんねやっぱりちょっと異常なところがあのね、なんかそのエモーションの熱量で言うと、はい、結構異常ですよあのこの人結構来てるじゃないかって思う時が結構あるんですよ。どうですだって、はい、あのそれこそ最近あれでしょ、こういうねあのホモソーシャルな空間で、はいはいはい、男騒ぎ、うん、男たちのバカ騒ぎって、うん、
で、あの、君が君でも好きですけども、はいはい、あれも一見もやばい話でしょ、うんうん、そうですね。その、政治的正しさみたいなところから言うと、はいはい、結構割とぶっちぎっていくでしょ。いや、そうですね。そう、あれ僕ね、なんかにも書いたことあるんですけど、かなり感動するところで、男気になってる感じがすごいする。僕、やっぱり芸術、昔ちっちゃい頃とかに、もう、演劇とかミニシアターを見た時に、うん、テレビとかじゃやれない、うんうんうん、背徳的なというか、そうですよね、やっちゃいけないことやってるから面白くてスカッとして、うん、分かるっていうのはあったんで、うん、そういうものはやっぱり表現したいなっていうのが出ちゃってるかもしれないですね、うん、ちょっとやばい気に行くよねって、うん、スイートプールサイドとかそうだね。そうですね。なんでそうなるんだろうな。いやでもだから僕そのやっぱりね、そういうのが出てるのが好きですね。うん。でもそれこそ一方で、まあバイプレイヤーズもそうだけども、はい、テレビもやられてるからでしょうね。ああ、なるほど。うん。そうですね、バランスときしては。バランス。うん。うん、だから、そこもね、僕、翔さん近いと思う。だから、すごい常識人な面もあるわけよ。このお二人。やるべきことをやらなきゃいけない時は、ね。そうですね。仕事真面目にやるじゃん。ライフワークとライスワークなんだけど、ね、そうそうそう、これはサカナクションの山口さんが言ってたそのまま言ってるだけなんですけど、でもやそうですよね、なんかこうきちっとやる、さっき職人モードって言いますけど、その意味ではお二人ともすごい優秀な職人だなって気しますもん。いやいや、うん、でもバイプレイヤーズとかっていうのも、はい、僕あのバイプレイヤーズのパンフで、はい、ね、あのちょっと、はい、あのインタビューさせていただいたんですけども、あれってでも完全に雇われ仕事ではあるんですね。そうですね。でもすごいその僕松井大吾作品として、例えばその劇場版バイプレイヤーズはあの撮影所の話なんで、僕の中でアイスとアマウトの、あの演劇のリハーサルワンカットっていうものとすごく重なったんですよね。で、あのそもそものこれはプレナズメですけども、今間違えたよね。やっぱりこのね、そう、あのやっぱわちゃわちゃ感だ、男たちのわちゃわちゃ感っていうのもやっぱりその松井大吾カラーではあるから、なんか全然これ松井さんの企画って言われても、ああそうですよね、絶対なんかやりたそうですよねって言うと思いますもん、ね、いやでも申し訳ない、それはありがたいですね。でも違うんですよね、はいはい、実はね、あの朝のプロデューサーというめちゃめちゃかもいてそうですね、風にそういう面で、そういうところってご自身ではどういうふうにこうお仕事のバランスというふうにはつけてるんですか。いやでももうで面白そうなものから順にやってる感じですけどね。ああじゃあまあもちろんだけども、バイプレイヤーズもこれはあの自分が やればっていうところがガチッとあったからっていうところで、いやあれ話来て断る監督いないんです。確かにそうですね。いいお話ですもんね。いやこの6人と仕事できるんならやりたいっていう、やってて、あの例えばこういうそのサッカーモードが噴出、あの大噴出してる作品と、すごくその職人的な冷静さとか判断を要求されるものって、どっちやりやすいですか。やりやすいですか。うん、どっちでも全然なん か現場での佇まいとかでも変わってしまう。全く違うの。全く違う。どうなってんのこれ。ライプレイヤーズとかそのまあ他のドラマとかは、うんうん、今日を、うん、あの健やかに、うん、あの健全に終わって明日元気に現場に来れるが一番ですもう。あ、そう。じゃあこっちはこっちはとにかくもう納得いくまでテイク重ねるし、でもし取り切れなかったらじゃあ飛ばして予備日にやるかとか、なんかまあそう言いながら面白いものを作るために追求し続けるのが映画な気がするんです。ああ、ドラマはもう面白いものもちろん作るんですけど、うん、それよりもそうですね、今日が一日健康で、明日も元気に来れますように。これ面白いです ね、 ですね。言ったらダブルスタンダードが自分の中あるってことですよね、それ。そうですね。うん、それでもともといや、そうなってきましたね。ああ、うん、翔さんどう、そのなんか使い分けってある、仕事するときに。ありますあります。やっぱある。うん、うん、読んでくれる方への意識もそうだし、うん、これはまあある種こうなんていうんだろうな、こういう方のためにこういう原稿が必要だからこういうものを作る、うん、入り口入りやすいものだから多分それは逆算なんですよね、うんうん、こういう結果を得るためにこういう文が必要とかっていうものをやるんですけど、自分が好きに書いていい時は、うん、もうそれこそ俺が俺だみたいな感じにはなるので、うんうん、そこはただ使い分けるはなんていうかこのこうビビりな感じはありますね。お全部俺が俺がにはもちろんできない感じっていうか。松井さんやってる？それは。どうですか？俺が俺がやるときは。
俺がもうやめましたね。20代ぐらいの時やってましたけど。どの辺、5次元ではかなりやってたというようなイメージですか？いや、5次元でもやってないですね、うん。やってたのは、一番俺が出会ったのってどれ？一番俺が出会ったのは、スイートプルサイズかな。いや、あれ褒めると結構嬉しいんですけど、あれかもな。あれはもう、あれ、やばいもん。やりたいことしかやってないです、あれは。あれはね、そうですね。であれはもう別に音楽家とも組むわけでもなく、うん、そうですね。原作はありましたけど、思い出した。そのね、そのテレビフロスの時に最初の月光のささやきのことを言ってた。はいはいはい。で、大好きですね。翔太さんのね。だからスイートポールサイド、はい、あれ月光のささやきですもんね。はい、そうです。そうだそう。だからもう自分の好きなことやってちゃった。うん。でも松竹映画でしたもんね。あ、そうですね。授業もそうですね。授業チャレンジ企画、すごいよな。でもいいじゃないですかね。そういう時も。そういう時もありますね。でもやっぱりそのなんだろう、なんかダブルスタンダード以上になんかグラデーションがあるのかもしれないですね。お二人ね、なんかこの辺の立ち位置でこの仕事はこうしようとか。まあ無意識であるかもしれないですね。僕とかね、あのね、あるっちってあるのかもしれないけど、かなり無防備ですよ。だからその辺はやっぱりなんかぐーっとこう世代が下がれば下がるほど自覚的になやってんなって気がすごいするんですよ。だから多分僕よりももっと上になると、ある種さらに野蛮にやってると思います。まあ監督さんもそうじゃん。うん、そうそう、あの職人の人は職人だし、作家の人は作家で、どっちにしても野蛮でしょ。どうです。上の世代に行けば行くほど。で、僕最近本当でもあの暮れ夏目世代とか見てると、なんかでも若葉さんとかもね、あの、あ、そうですね、すごいそんな気しません？私成田くんもあの取材で話した時に、うん、このシーンこうやろうとか全く考えずに、うん、もう相手の感じでやってたっつって、へえ、もうその感覚的にやってたんだ、すごいですね。それすごいな、うん、なんかそういうなんかグラデーションとかレイヤーみたいなものを自分でこう割とそこはなんか器用に設定していけるって感じなのかな。そうだと思いますね。そうしないとこうなんだろう、こう世の中渡っていけない感があるんですかね。もしかしたら厳しい世の中経験してる。どうなんですかね。でも若葉さんとかはそれこそ、うん、あの話聞いた時に、うん、自分が出なくても面白い作品を世に出せればそれでいいとおっしゃっていて、うん、なんかそういうそのそれはプロデューサー気質っていうこととはまたちょっと違うと思うんですけど、はい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 、なんかこう役者とはこうあるべきみたいなものの前提がやっぱり僕ら世代の方々はだいぶこう崩れてる感じっていうんですか、うん、個人個人にやっぱりその正義とか信念がある感じはありますね、うん、だから、ね、なるほどね、みんないろいろ違いますよね。あ、そう、だすごい嬉しいのは、うん、それこそ今回のメンバーの方々もそうですけど、うん、めちゃめちゃディープな映画の話ができる、うんうん、みんな詳しい方多いですよね。そうだから、うん、全然僕なんかも皆さん本当に詳しいですし、そう、だからそれがやっぱり面白いですよね、世代的なことを言うのであると。翔、うん、さんね、あのそれこそ役者さん本当によくあのインタビューされたりお話されたりすると思うんですけども、やっぱりなんか変わってきてるなっていう感じがある前より、うんうんうん、僕とかよりも翔さんとかよりも下の世代の若手監督とかはどんな感じですか、うんうん、映画やりたいって感じなのか、もういつの間にかやっちゃってる。あ、でもなんか映画一本っていう監督あんまりないかもしれないですね。MV、CM である程度実績積んで、うん、じゃあ原点でやりたかった映画をようやくできるって感じだ。あ、でも兼業感覚っていうのは確かにこうスタンダードになってきてるなって気がすごいする。あと助監システムがそうないから、うん、なんかそうですね。自分がやりたいことをやって、あの映画祭とかで賞を取ってっていうのとは、うん、プラスこう食いぶちとして、うん、なんかこう取り続けるために MV だったり CM だったりっていうのをやるみたいな感覚っていうんですかね、うん、は多分皆さん持ってらっしゃるんじゃないかな。でも本当に松井さんもいろいろやるでしょ。いろいろやります。はい、もういつ休んでんだっていうぐらいずっと仕事してるでしょ。もうでも仕事してるつもりじゃないんですよね。ああ、じゃあめちゃめちゃ理想的じゃないですか。そうなんですよ。遊んでるつもりが仕事になってる。もう楽しく生きてるつもりが。めっちゃいいじゃん。そう。それいつからそれぐらいな、その感じになったんですか。あ、でもこれは割と。最初からそうですね。演劇はちょっとストレスというか疲れとかあるんですけど、映像に関してはほとんど
なんですかね、働くぞっていうモードはほぼないんで。じゃあもう最高の人生じゃないですか。そうそう、でもそうなるともういつが休みなのか分かんないみたいなするんですけど。そうですよね、うん、ただ最近ちょっと休みがあったんですか、コロナの。そうそうそう、あの公開延期になった時にその再公開されるまで2週間ぐらいは、うん、そうですね、全部開けてたんで、うん、完全開いて、うん、で開いたけどその時間で何か台本作ろうとは思わなくて、うん、とにかくぼーっとしましたね。ぼーっとできるんですか。ぼーっとするって言って、できなかった。あのなんていうんですかね、バラエティ、好きなバラエティのなんかシリーズがあって、うん、ゴリパラ見聞録みたいな、はいはいはい、それずっと見てましたよ。なんか役に立つと思ってるのかな。いやいや、それは思ってない、それは本当にただ見て笑ってたです。でも僕も言ったら25からずっとフリーランスなんですよ、はい、だから休みとかってないんですよね。そうかそうか、うん、翔さんもでもまあ、 あの編集やってたとはいえ、うん、ずっとまあこういう感じでしょ。会社勤めの経験あるのか。でもあ、そうそう、会社の方がまだ長いかったんで、土日休みみたいな、土日は映画見に、まだ一緒ですね、結局土日映画見に行ってから。何もない時ってないじゃないですか。どうなのよ、なんか締め切りがあったりこれ見なきゃなとかあって、結局忙しいから。そうですね。でもそうですよね、あの区切りが全くないで、区切りないです、区切りないです、うん、まあ幸せっちゃ幸せなんですけども、うんうん、逆に何にもなかったら何するんでしょうねとか思っちゃうけど、うん、あ、溜まってる映画とか見んのかな、うん、どうなんですかね、空白恐怖症みたいなとこありますか。ありません、うん、あ、恐怖症か、うん、絵とか描き出すかもしれない。なんか分かんないけど結構やりたいんだみたいな。なんで小説はじゃあなぜ書こうと思ったんですか。これは、お映画が飛んで半年くらい空いたんです。ちょっと大きめの映画だったのでちょっと長めに開けてて、でその半年くらい空いちゃった時に、うん、すっごい落ち込んで、うん、で そう、それもあの代わりに何かやるとかも考えたけど、うん、なんか一人になりたくなっちゃって、へで今まで本当にずっといろんな仲間を求めてきたのに、そうそうそう、人と一緒にやる表現をやってきたんで、うん、一人でやりたいと思って、うん、まあ、編集者とだけやり取りして、はい、半年ぐらいずっと一人でになろうと思いましたね。そうなんです。タイミングなのか、はい、でやっぱりその担当編集の方が松井さん書けるから書いてくださいという感じだったんですか。なんかずっと言われてたんですよ。でも、うん、いや俺には書けないっていう、一人でなんてできないとか言ってて、あ、そこのやっぱ一人っていう作業、一人で作るということの怖さですね、うん、そういうのをあの尾崎世界観さんと話したりしなかったんですか。話さないです。だって、うん、そうか、ちょっと空いてたって言ってたもん。空いてたし、うん、話さないですね。あ、そうなんだ、うん、あえて避けてんじゃない。あ、一人でバンドじゃなくて一人で書くってどうなのみたいな、普通に聞きたいと思うじゃないですか、ね、あ、そうですか。いやいやいや、うん、でも答えてくれないと思う。あ、うん、そうですか、うん、ライターってでもライターもさ、一人の作業っちゃ作業だし、でもまあ、 あの実は割と共同作業でもあったりっていう不思議なところありますよね、うん、うん、そうか。でも僕そのちょっと芝居やってた時にうまくいかなかった理由が、やっぱり人と物を作る時の、うん、あのパッションが合わないのが本当にダメで、なんかどんどん自分が痛いやつに思われてるんです。みんなが自分についてきてくれなかったんで、うん、どんどん惹かれてくっていうか。だからライターになった時は楽ですね、うん、自分がパッションひたすら持ってればいいし、うんうんうん、まあ、あとはやっぱりそのお仕事にできて映画業界に入れたことで自分以上にパッションがある方ばっかりだから、それは気持ちがいいですけど。面白いな、パッションが合わない。でも確かにあの編集さんとの熱量だとかっていう合わなさっていうのは割と日常茶飯事でありますよね。でもそれってめちゃめちゃありますよね、何でもね。あります、何でもありますもんね、うん、特にテレビとかやってたらめちゃめちゃありますよね、うん、あの、ありすぎても困るやつ来たぞみたいなところは、うん、そうですね、よしわりしです。そうそうそう、俺こっちそれほどでもないんだけどみたいな、ちょっと他のことやりたいんだけどみたいな時はありますもんね、正直ね。あれな、翔さんはでもそれはやっぱりその一人っていうところをやっぱりこう軸足にすることで解決したっていう部分がやっぱりあるわけか。うん、なんか自分が一生懸命やればそれが解決法なので、うん、やっぱりちょっとでもあのスポーツじゃないけど、うん、なんかその団体競技一人競技のあの論理にも似てるところもあるし、うんうん、なんかやっぱ適性があるんでしょうね、そういうところね、うん、
その中でよくでも小説これだけの素晴らしいものを、これもでも本当に小説書こうと思わなかったんです、うん、小説書こうとしたら書けなくなっちゃうから、うん、全部スマホで書いたんですけど、なんかもうすごいな。そうですね。じゃあ台本を書くっていう感じで書かれたってことなんですか。台本よりももっと軽くですね、軽く LINE 送るみたいな、すごいですね、感じで書きました。じゃないと書き上げられないと思って。すごいね。こっちもすごい面白 いこれ5年くらい前かな。もっと前ですよ。もっと前か。2015年だったら、でも6年。うん。そっかそっか。だからね、あ、これ対談集で、すごい、うん、ちょっと童貞臭い対談集ですごい面白いんですけど。ちょっとこの前ね、話題になりましたよね。クリナスのタイミングで。そうでしたっけ、これですか。何の、どういう絡み。そうそう、ジェンスーさんの絡みか。あ、そうか、ここ、この共通としてジェンスーさんっていう。長いっすけ。でもね、だから、2013年最初にお会いしてるでしょ、はい、僕松井さんでもやっぱりすごい大人っぽく男っぽくなったなという印象があります。ああ嬉しいです。最初もうすっごい少年っぽかった。うそうですね、うん、あ自分でもそう思います、ね、でもこれとこれ読んだらそう思いますよね。結構なんか成長してんだけど。なんか成長してるよみたいな。いやいや、もういろいろありましたよね。そうですね、うん、そうですね、大人になりましたよね。なったらいいなと思いますけど、うん、ご自身でもでもなんかこう書くものとか作るものとかでもやっぱりちょっと変化って感じたりします。なんか姿勢が変わりましたね。こうあらなきゃいけないってすごい昔は思ってたんですけど、はい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 、本当になくなりました。あ、だからむき出し感が出てきてる。そうそうそう、うん、すごいな。じゃあより解放されてきてる。そうそう、力抜けられるようになったし、うん、より初期衝動に忠実になりだした。確かになってるな。なってるよな。みんなが多分作品作るうちに大人っぽくなっていくはずが、僕すごい幼児化していきながら作品作ってる感じするですね。あ、それ面白いですね。なんか技術がついてきた上での初期衝動に帰っていくってなると、うん、作品のクオリティとしては絶対上がりますからね。いや、もうおっしゃる通り。晩年の大林信彦監督がね、うんうん、まさにあんだけテクニックのある人が子供に変えてるっていう、爆発力すごいですもんね。そうですね、うん、あ、それでも本当にそうかも。じゃあ理想的な流れじゃないですか。今はそうですね。でもどっかで大人にならなきゃいけないタイミング来るの嫌だなって思ってますけど、今んとこは衝動でいきそうですね、うん、でもその印象としては僕一方で大人になったな感もあるわけだから、はいはい、それめちゃめちゃいいバランスじゃないですか。そうは分かんないですけどね、これからどういう仕事か。だって年取っていくし、なんかこの人どんどんなんかわがままになって嫌な感じになってとか全然思わないですよ。やっぱりむしろちゃんとある種その成熟感っていうのも話してるのは。そうですね、うん、漂わせてるからすごいなと思うんですけど、うん、うん、作るものだけ変になっていって話は聞けるようになってますね。そっか。でも心境の変化っていうのはやっぱりあるってことなんですね、うん、ある。そうですね、なんか諦めみたいななんかついたというかね。諦め、なんかこうどうにかしなきゃみたいな。それこそじゃあ20代の時は28までに IWGP みたいなの書かなきゃとか、なんか何歳までにとか勝手に工藤官九郎ヒストリーを、そうそう、尾崎豊27でとかなんかいろいろ考えたりするけど、うん、もうそういうのもなくなったし、うん、うん、なんか、うん、なる。今一緒にいる人と面白いもの作れるのがいいなっていう。お、素晴らしいですね、うん、でもそれってなんかもう言ったら一定以上も自己実現をしたからじゃないですか。あ、そうなんですか。でも満たさ、満たされてない。そう、腹は減り続けるですね、うん、ハングリーな精神はある。あります、あります。かっこいいじゃん。でもそれこそ前話伺った時に10個企画やって1個2個通ればいい方とおっしゃってましたもんね。だから墓場に行ってしまった企画が8個9個あるわけだから、そこはお腹は空きすぎる。松井さんでもそんなボツるの？僕めちゃくちゃボツってますよ。あ、そう。 でも聞くと今泉とかは持ち込まれでやってるから別にほぼボツらないらしいです、うんうん、まあでもボツのもあるらしいんですけど、ただ僕持ち込むタイプも多いんで、持ち込むってことはもうそもそも別にやる気がない会社に持っていって難しいですよね。今泉さんと仲いいの？いい、仲いいというか仲いいのって言い方、前のようにインスタライブされてますよね。仲いいのって言い方はめっちゃ失礼だよ。デリカシーな言い方してるけど気使わないですね。あ、そうですか。でも面白い、なんか
並べたら面白いですよね。あのこの前ね、そう、あの翔さん、今泉さんとうちでね、あの長々お話しして街の上で、そう面白かったけど、なんか全然真逆？真逆ですね。それどう自己分析されてるんですか？なんて言うんだろう。今泉はなんか執着がない。僕は執着があるんですよ。例えば、生き死に関してとかをあの頃とか見て思ったんですよ。あの頃、今泉さん、そうそう、富永雅則脚本、うん、今泉は明日死んでも構わないと思って映画を作っているような、うん、なんかこの、なんていうんですかね、執着のなさがちゃんと映画に出ていて、うん、僕はもう明日死んでもいいぐらいの作品作りたいけど、いや死んだら嫌だなみたいなこと思いながら作ってる感じがして、確かにあの頃と比べられるところありますよね。そうですね、男たちで、まあでも本当に全然違うは違うんですけど、まあまあ若葉とかが出ててとか、うん、確かにね、うん、むしろよりあの違いが際立つっていう、そうそうそう、違いが際立つ気はしますよね。うん、面白いな、うん、でもそう、あのちょっといろいろね、今そうだから、まあ、小説も書かれるでしょ、はいはい、で五次元もね、あのだってずっとやってるでしょ、年一で、はい、やってね、今年4月もだってスバルは、はい、あれ17回、17回目ですね、17回すごいよね、はい、で5月にまたね家族でね、去年、そうですね、はい、そうで前後するとまあね、今年4月でいうと、バイプレイヤーズかで声が、ね、はい、5月っていう流れで本当こうギシギシ、ね、夏は舞台やります。あ、そう、はい、そのエネルギーはどこから来るんですか？あ、それ聞きたい、ね、すごいですよね。え、むしろ、あ、わかんないですよ、その比べられないんですよね、その他の例えばクリエイターというか作り手の人とかの、うん、作ってないと不安だからなんですけど、さっき言った空白、翔さんが言った空白恐怖症みたいなところ も, もちろんそうですし、うん、次やろうとしてるやつも、うん、むちゃくちゃ面白いなって思ってるから楽しみであるんですけど、うん、なんかそういう常に次の作るものの、あの面白いくなりそうだなって思うものがあるから、うん、なんていうんですかね、すぐやりたいとか。あ、でもさっきおっしゃった10個投げて1個2個だったら、まだ自分の中に残ってる企画や物語、アイデアがいっぱいあるってことなんです。それはもう端的にすごいですね、うん、すごいと思う。だって膨大な数の物語を生み出してるの。そうそうそう、うん、10個あって1個2個いって、でまたじゃあまた開発するってなったら、この8個ぐらいの3個ぐらいはもちろん脱落しますけど、5個ぐらいちょっと繰り越して、うん、いつか狙ってる感じの。それ、その着想源ってどういうとこが出てくるんですか？はい、だってそのずっと言ってしまえば表現活動をしてる、アウトプットしてる人生でしょ。どこでその入れていくわけ？それをこう着想に変えていくわけですか？どうすかね。割と入れる方、いろいろ。出すために入れることはありますね。あ、うん、出すために入れる時もあるし、でも例えば、はい、なんかそのあんまりさ、その、これちょっと難しい言い方なんですけども、クレナツメもある種その過去っていうものを扱ってるんだけども、うん、でもあんまりそのなんだろう、そのノスタルジックな世代的なこだわりだとかそういうのないなと思うんですよね、うんうん、その昔これが好きだったからうんぬんみたいなこともそんなに、うん、あの濃厚には出してこないタイプだと思うから、あの昔の貯金でやってます感も全然ないし、うんうん、そういう意味で言うと走りながらどんどん作品を生み出していってるタイプにも思えるんですよ。でその年齢ごとにやっぱりあのどんどんアップデートされてる気もすごくしますし、だからなんでこんなことができんのかって思っちゃいますよ。でしかも大体自分の企画でね、そんなガンガン投げてるんだって言ったら、そうそう、いや、私やっぱ原作ものは結構なくなることがやっぱ多くて、うん、あ、そうですか、これやりたいと思って時間が、まあ、開発して確認してお金集めてとかなって、うん、でなってきた時にでも早くやりたいなってなった時に、うん、オリジナルで書いちゃうのが早いとか、すごいな、そういう風になっていくともう、うん、すごいね、オリジナルばっかりになってましたね、うん、あれはじゃあ、今肩書きってどういう感じになってるんですか？
肩書き、シンプルに、うん、映画監督五次元主催っていうのが多いです。ああ、はい、なるほどね、はい、うん、映画監督五次元主催、はい、うん、でもご自身の中では、はい、やっぱり それが一番スッと落ち着く感じでは、そうですね、はい、うん、実際はいろいろやってるけどみたいな、うん、サッカー演出なんとかとかなんかいろいろ、うん、なんかそうですね、うん、肩書きってどうなの、お二人のその自意識の中で、自意識問題で言うと僕はなんか苦手ですけどね、もう、うん、それしかしちゃダメみたいに、なんかいろんなタイプ言いますよね、肩書き問題もね、これ結構面白いよね、この話もね。そうですね、うん、翔さんは映画ライターって言ってるもんね。そう、いや、なんか僕は評論はできないから。やってんじゃん。いやいや、あれは評論じゃない、僕はあくまで紹介、よしひろさんとスタンス一緒です。そうか、こっちが恥ずかしくなってくる。いや、だから多分それこそ僕はこう業界に入る前から森さんの文を読んですごい好きだったから、いやいや、そういうのはなんか大丈夫、評論的なイメージがもうすごい知識があってっていう方なんですよね。こうそんな名乗れるわけねえだろって思いますもん、自分に対して。いや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 、何が評論じゃって思いますもん。いやいやいや、僕のいつかはとかもあるんですか。全然ないです。でもさ、僕よく思うんですけども、僕はまあ一番活動しやすい、まあ、看板なんで、はいはい、活動しやすい肩書きっていうのが一番いいよねってシンプルに思ってるタイプなんですけども、はいはい、いろんな人に聞くとやっぱりいろんな考え方があるんですよね、うんうんうん、そうそう、で世代によっても結構違うし、うん、一時よく言われたのが、まあ、それこそ、例えばその大根仁さんとかだったら映像ディレクターって名乗って、はいはい、映画監督って名乗るのはうんぬみたいなことをおっしゃる、はいはいはい、そういう自意識の持ち方もあるじゃないですか、はい、でこっちで言うとやっぱ評論家ライター問題ってありますよね、はいはいはい、でも僕はまあ、評論家ってこう喋る時もあるから出した方がまあ仕事単純しやすいっていうところも非常にあるっていうのがあるんですけども、ただそのライターっていうのが別にそのなんだろうな、ある人のそのヒエラルキーの中でこうさらに上があるものだとは思ってないわけですよ。ここがちょっと言いたいところではあるかな。だからね、うんうん、本当はフリー、肩書きに上下はないんですね。そう、フリーランスライターで一生そのままやれればそれは一番いいとは思ってるんですけども、うん、例えば目がしんどくなってきたりとか、うん、じゃあ喋る仕事が増えたら、まあそしたら、まあでもね、別にライターって名乗りつつ喋ってるっていう形でもいいとは全然思うんですけども、うん、まあ単純に看板としてそうしてるっていうだけではあるんですが、でもまあ松井さんもね、そういう意味で言うとこう本当に、僕でもマルチって言われるとそこよ、ちょっとなんか嫌なんですよね。だそこを自分から言っちゃう人いいんじゃん。いや、言っちゃう気持ち分かるんですよ。もう、言われるの嫌だから、言われる前に言うみたいなの分かるけど、やっぱマルチに活躍されてねって言われると、もうなんか何もできないですよね。全部中途半端にやってる人みたいなイメージになっちゃうというか。でも、なんか、それありますよね。うん、それは分かります。うん、なんか、マルチクリエイター、ね。マルチって言ってる人、うん、多分、マルチに僕のこと見てないだろうな。でもそういう、でも言われたりするでしょ。めちゃくちゃ多いっすね。言っちゃ言われると思うね。その中、心の中でこれを。いやいやいや、このようなそんなことないですけど。感じはある。はい、ちょっとさらに、もう時間があれなんでお話したんですけども、はい、これちょっと聞きたかったんですけど、コロナ禍で、まあね、不要不急と言われがちな、はい、まあ、エンタメ産業、表現活動、言われてるわけですが、どうですか、その例えば、まあ、演劇もね、その、まあ、ライブ、生文化の危機っていうことは、まあ、言われるわけじゃないですか。そういう中で、コロナ禍で、今、率直にお考えになってることとかも、ちょっとお聞きしたいなと思ってたんですけど。去年は、やっぱり、結構、監督同士から声かけ合って、在宅で映画作ろうとか、なんかこう、今できるエンタメをみたいな話をこうしたりとかしていたりとかしたんですけど、うん、今年とかになってくると、で僕やっぱり映画公開した時に、なんていうんですかね、絶対これからその配信が強くなっていって、演劇も映画もライブも含めて配信とのなんとかかんとかだみたいな話が結構出たりするけど、いや生には勝てないでしょって僕はやっぱ思っちゃうのがあって、なるほど、だからじゃあ、ね、それでそのエンタメ以外の
業者一回置いといてですけど、うん、ためにおいてはなんか撮影とか止まっちゃったからとか思ったら、うん、もう止まればいいし、なんて言うんだろう、うん、止まったから何かしなきゃっていうのはもう一回なくなっちゃう、何もしなきゃ、一回休もうよみたいな感じはあって、そう、でも結構迷ってるのが、そのコロナにかにまつわる作品っていうのを作るか作るまいかみたいなところは結構迷ってますね。例えばそのマスクをつけた世界の映画を作るのかとか、そういうことですか、一つの。いや、もうそうですね、あのすでにあるストーリーにそれを乗っけるっていうよりも、うん、それにまつわる話、もろに そこにおける、うん、喜びの場所がどう変わったのかとか、うん、怒り悲しみがどう向けられるようになったのかとか、うん、いやでもそれは今それ撮るなら10年後じゃないかなとか、なんか、うん、あ、なんですか、うん、なんかそこは結構悩み中ですね。でも見たいっすけどね、うん、そこはやっぱりその松井さんがどうお考えになってるのか、まあ時期っていうことも含めての考え方ですもんね。やっぱりだからその広告とかがめちゃくちゃ上手だなというか、うん、早いし、うん、ちゃんとその今の時代をこう取り入れて、その CM とかがやったりとか、ドラマとかでもそのちゃんとマスクをしてっていう世界観とかにしたりできるけど、うん、そのね、映画とか演劇において、なんか日にちを見たいけどなとか思うけど、ちょっと悩んでる。悩んでるっすね。うん、面白い。テレビのでもお仕事だと、やっぱりそこはちょっともう反映させる企画っていうのは来たりとかあったりとかっていうのはありますか？テレビは今はないですね。うん、はい。どうか。でもきっと絶対いっぱい進んでると思います。そうですね。特にこれからっていう感じがしますよね。今ちょっとまだいろんなものが見えないから、あの表現、その足場をどこに置くかっていうのは難しいよねと思うんですけど、うん、でもね、それこそまたね家族とかでも、その家族っていう、はい、あの、はい、主題だとか、なんかまたこう、連続性でありつつ、やっぱ新しいところにやっぱ踏み出されてる気はする、はい、そうですね、うん、これ映画とかは考えてらっしゃる？いや考えてないですね。ああ、そうなんだ。全然問い合わせてこないですね。でも分かんないですよね。分かんない。例えばこれ、こういうのって、あの別の監督が映画にするとかっていう話だったら、いや、むしろ僕その方がいいと思ってるんですよ。ちょっと面白くいいですよね、はい。なんかそれもむっちゃ面白いなと思うんですけど。リリーさんの、あの東京タワー松岡さんが。そうそうそう。ああいうのがいいですよね。うん、ね、その方でどう変換されるのかっていうのも、ちょっと見てみたいと思って、うんうん、やっぱ松岡さんむしろそれが望ましいです。ああ、らしいです。いや、ちょっと僕もね、はい、でも松井さんが撮ってもいいけど、なんか、いやいや、広がんないです、はい、いや、ちょっと見てみたいなと思います、はい、はい、まあ、そんな感じですかね、はい、すげえ時間、ギリギリ、すみません、はい、というわけで、長時間お話しさせていただきましたが、はい、いろんな話できましたね、はい、できました、もういや、楽しかったです、はい、本当ね、これ今回も初めて出ていただいたわけですけども、はい、作品まだ続くと思うので、はいはい、ぜひまた来ていただいてもよろしいですか？あ、もちろんです。いいですか？じゃあこの松井さん来るとき、はい、翔さんと毎回3人で話すとか、はい、映画の話しなくなっちゃう後半翔さんの友達話とかちょっとこれもドキュメントね、この、 あの動画番組ドキュメンタリーってとこあるんで、はい、ほぼそのまま流すというあれなんで、ちょっとこのね、あの流れも見ていけたらなと思います、うんうん、ちょっとまたぜひ3人で集まれたら嬉しいなと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。松井大吾監督でした。拍手。